みんなさんこんにちは。今日は特定技能外食業、言葉単語勉強しましょう。管理基準と基準とは、最低でもそれだけは守らなければならない決まり、要領基準を守る。要領殺菌の基準、合格の基準。ここまで以上です。今日もありがとうございます。皆さん頑張ってください。